いや。ボラガールだね。おいおい。今から今日ねバス釣り行きますよまたね。2日連続バス釣りでとんでもなくなってる。はい。でかいの取れるかな。昨日は1匹取れたからな。マジで絶対釣れないっていう状況の中で、もう絶対に魚がね釣れないってもう確信したんだよ。だってずーっとやっ釣れないんだよ朝からやって。ずーっと釣れない中でもうこれやばいなっていう状況の中で、最後の最後の夕方5時半ぐらいだったかな、奇跡の一匹出したわけよ。だから釣れないことはない、うん、ただ非常に、魚がいるところに行かないと取ることができないんだよな、うん、それを取ってこそでしょということでね、今日もねちょっとアドレナリング出たんで行ってきますよ。ドーパミン出ちゃったよ。釣り行くよ今から。釣り行く前にこれだけちょっと報告しとくんだけど、見て、2週間水張りっぱなし、2週間水張りっぱなしで水漏れてないよね。これほらちょっとじんわり漏れてきてんだよね、うん、まあいいや。ここでまあまだ魚いないからルアーとかの動きもここで研究しようかな。ここで行こうか。行きましょう。どうだ、何これ。自分は今日はね今リグ作ったんだけどね。何に行こう。これダウンショット。あ、これのダウンショットか、うん、いいねいいよこれ。いい、うん、これね、昨日ね、うん、動画で見てね、ああ勉強して作ってきた。なるほど、うん、俺ちょっと水軒で行くわ。今日運転でしょ。はい、運転です。水軒じゃあ運転でしょ。はい、運転します。はい、ありがとう。水軒だからね、こう変えちゃう、もういいとかダメなもんでね。うん、 B 持ってきたよ。高橋くんが B 持ってきてくれたから、これに変えます。もう全部変える。それ多分もう結構1年ぐらい使ってるやつ。これもうね、ないんだよ、うん、ラインが。あのプロの人なんて言ったらさ、飛ばない。この P5 回使ったら巻き替えろって言うんだから。マジで。そうですよ、バカかったんです。5回使ったらさ、あ、今バカって言っちゃったね。まあいいやこれ5回使ったら痛むから。自分で、いやいや、ほんとにそういう、だからさ、商売の人はさ、プロアングラーの動画ちょっと名指し行ったり関係とある人が言っとったの、YouTube で言ったら釣りのね、まあ本当に魚取りたいならこれ5、6回使ったらこれ巻き替えないと。いやいや、この1年これ1800円ぐらいするの。これね、だから1回300円かかるっつって、出ないと切れたらあれだからっつって、まあまあでっかいのが仮にね、切れる時もあるから、まあまあ、ね、これこれで巻きたいや。これね、これシーバス用にしといた。これえ、これいつもこれでいい。あ、そう、海でもやるから、うん、完全シーバスフラッシュグリーン、うん、ちょっと時間ないもんですね。ちょっとこれもっとこう、わあ、これやってあげるよ、なんか。もうちょっとね、今日も夜まで、夜釣りまでやるでしょ。やるよ、釣れるまで、釣れるまでやるよね。で、これね、シーバスフラッシュグリーンで、まあバス用なん、バスこれってだけど、緑だとちょっとバスにバレちゃうんじゃないかな。リーダー作るから、ね、で、これ取って、これをね、俺は貼るのよね。ああ、なるほどね、これも貼ったらね、ここにも。そうそう、それ貼っちゃうっていう、それ貼るなっていう人もいるんだけど、ほんでやり方ちょっと丁寧にね、これ小学生を見てるから、うん、ちょっと待って、線もこう貸して、まずここにライン、ちょっともうちょっと下げてくれるかな。もう下げて、顔入っちゃうやん、入っとる、入っとる。なんか顔もうあれ出してんの、昔から。あ、この辺なのに、ライブで撮ってた。もうちょっと待って、これで今、音をして、で、ちょっと持って上げて、上に入ってる、これ入っとる、入っとる、バッチリ入っとる。で、これで、ここをこれでまた結び方が違うって言うと、また俺この間コメントで文句があってさ、どうなんでもいいんだよ、こんなの。いや、まあ確かに正しい結び方あるんだけど、まあ教えたがりのさ、バカがさバカって言っちゃってる、言っちゃってるよ今日は。もういいよ、先入ってるからブレコでしょまあどうしようもない、バカが。で、アクアリウムのも言ってくんだよ。アクアリウムで俺がさ、どんな思いで毎日動画作るか分かる。毎日毎日動画作ってさ、老化設備作ったらさ、また最新動画でこれは老化ができてないからダメですね。あ、見事だ。黙れよ、黙れよ。わあ、分かってない。視聴者がさ、視聴者でも質があるんだ。やっぱさ、IQ 高いやつはさ、そこそここっちを載せるようなコメントのアメとムチをね、うまくやってくれるのよ。あ、で、頭の悪い IQ 低いやつはさ、もう、これは違う、あれは違う、言って。この結び方は高いやつ、間違ってますよ、とか。黙っとけ、っつって。えさすがですよ、すっげえ。っていうか、だってアクアリウムも適当にやってるんじゃん、だって。いや、適当っていうか趣味で好きにやって。そんな本腰入れてやったわけじゃないでしょ。まあ、でも普通の人よりは本腰じゃない。だってフレームプール作って、3トンプールでしょ。ほんで今巨大池も作ってるやん。まあ、ちょっとおかしいわね、普通から、ね。普通の人よりはちょっとやっとるけど、またさらに上手なマニアがおるんだわ。
で、そのマニアがさ、いやそこまで本腰でやってみよって言ったじゃんか、それ。いやだからマニアがさいやいや、もちろんそのいいこともあるんだけど、うん、その注意の仕方があるでしょ。あ、言い方ですね。そう、言い方、だから それが分からん、バカが多くて困るんだわ。シールはどうするの。釣りもそう、多いよ、そういうバカあんまり言わんくいいじゃないですか。いやいや、もうちょっと今日いいわシールはストレス最近溜まっとるから昨日、暴言兆候って映画作ったんだわ。ああ、それで俺2時間、はい、YouTuber の悪口と、はい、あと、いかにバカが多いかってやったんだけど、やっぱりひどいと思って全部カットちょっとさすがに全く関係ないさ、いやここは使う、ここ使う、だって全く関係ない、俺に面識ない人の悪口を俺が言うっておかしいでしょ。まあ、2時間、時間の無駄やそれ。いやいや、運転しながら、運転しながらもう散々暴言吐いたのよ。え、だ映画だから。これ、まあ、巻いてくよ。あ、いいよ、これ持って。ほんで今こうなって、いいよ、巻いて巻いて巻いていい、そのまま巻いて、なんかタランってなっとるよ。いい、オッケーオッケーオッケー、いいよ、ぐるぐる巻いて。あー、ちょっとだ、なんかタランってなっとる。いや、だから分かってないよ。何も分かってない。ここで持つねん、ここ、うん、ちょっとだけ。あー、分かるよ、ここがこれ。違う違う、だからちょっと待って、何これ持って俺がやってあげる。なんだよ、なんでじゃなかった。こうね、ここを巻くときに、分かる分かる、言ってること分かる。こう持って、こうたるまんようにやるの、こうやってね、ここで、自分で指で貼ってね、こうこれでこれ、いいですね、ナイスコンビ。うん、ちょっと待ってね、はい、全部こんなもんだわ。ああ、切るよ、じゃあ。なんかいいよ、参加して。この高橋流の巻き量、どう、みんな詳しい人。いいよ、コメントで批判していいよ。NG 入れるから。NG 入れるからね。いや、大体入れんけどね。なんか、なんかねっとりしたコメントがあるんだわ。ああ、これでねっとりしとるなと NG 入れるけど、大体入れないよ。なるほどね。大体スルーするけど。まあ、今からちょっと、行こうか。はい、行きましょう。釣れるかな、今日。釣れましょうよ。いやー、取るしかないわね。はい。いや、だから一匹釣ろうよ、はい、昨日釣れたとこ行く、もしくはあの近辺行く、奥琵琶湖行く、もうどこがいいか分からんの。あ、はい、茶川さん、もうね、事前リーダー巻いていくんですけど、はい、あのリーダーの巻き方を、はい、ね、高橋流リーダーって337拍子なんですよ。分かります？全然分かりません。337拍子、うん、これ3号だからちょっと遅いな。まあいいや、12ポンド、まあこれで3号でやりましょうか。いいよ、そかして。337拍子って分かる？パンパンパン、うん、パンパン、そのやり方なんですよ。よく見てね、茶川さん、はい、あのリーダーの組み方で、はい、あの適当にぐるぐるってやつだと、はい、切れたりするから337拍子っていう巻き方があるんですよ、はい、でそれはね、まずこっちリーダー側ね、はい、これをこうして、はい、これ俺が考えたんだけど、まず3回巻くんですよ、こうやって。あ、3、1、2、はい、これ337拍子なの、はい、もうこれでバレることないんで、でこうなったら、はい、ね、ちょっとごめんね、こういう円ができるじゃん、はい、そしたら今度 PE 持ってくるわけよ。これめちゃ簡単だから、この動画見てる人も覚えて、これが一番簡単でほぼ切れないから、これで、でこう3回巻いたら、はい、今度この輪っかの中に PE を3回通す。ほうほう、でぐるぐる3回回すんですか。こうやって1、細いな、このピー巻きづらいな。1回、2回、3回通すわけよ、はい、はい、で通したらこれをこう引っ張るわけ、こうね、引っ張るとこうなる、はい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 、そしたら今度337だから7でしょ、はい、この PE を、はい、こっちのフロロの方に7回巻きつける、はい、うん、こうやって、まあ10回でもいいよ、はい、まあでも7回でもいいよ、337秒し響きがいいですからね。そうそう、はい、まあ、こうやってこれで切れたことないんで、昨日も寝分かりしても切れなかったよ。でこうやってまあ7回巻いたと、はい、で7回巻いたらこの状態でこれを下から上にこう上げて、はい、でこの糸を持って、はい、今度もう一回手前の穴にね、あ、入れる。そこがもうそこでもうパニックになりそうですね。あ、ほんと簡単簡単で、これをグッと締めて、はい、でここで締め出せてゆっくりこう、こうゆっくりね、あーすげー、ギュッと締めるとダメだから、はい、ものすごいゆっくりこう締めて、あ、はい、ゆっくりゆっくり締めてぐーっと締める。うん、ほうほうほう、で締めらして、うん、でこっちの対の方もこの引いてあげる、こうやってグッて、要するにガチッと決まらないとダメだから、うんうんうん、で一回決まったら取れない、これが中途半端に決まってると、はい、すっぽ抜けたりするのよ。だからここをね、今締めた後に何度もこうやって、あ、はいはい、あ、決まってないな、これ、あ、なるほど、
あ、今決まりましたね、うん、この水深のやつが滑るね、すごい。で完全に決まったかなと。滑りは大きくならん、それでならないよ。ちっちゃい、めっちゃちっちゃい。まあ、これもね、でもちょっと大きめだけど。あ、本当ですか。まあ、だけどこれなら大丈夫なライン。で、今完全に決まりました。で、完全に滑れないなと。ちょ、これちょっとリーダー細いな。あと今ちょっとリーダーのとこよれちゃったな。まあいいか、ちょっとよれちゃって失敗してる。で、ここを、はい、まあ、あれでやった方が、今のやり方でやった方が、この結び目はこうなってるけど、これね、はいはい、あのちょっとラインも切るとこ、酔っ払ってきたな、俺も。あ、でも三三七拍子ですね。三三七拍子で、これで切れない。うん、俺思いっきりパッて。ただこれちょっとリーダー3号だから、50アップが来たらちょっと慎重に。うん、4号かぐらいがいい。さあさあやっていくよ、釣りね。あるよ。オッケー。自分はこれ投げてきます。これが強いんですよ。何投げる？今日ダウンショット。ダウンショットでやる。波の音いいですね。どう？いきなりライントラブルです。ライントラブル、はい、俺ダウンショットでいくから。ああ、釣れそう。ちなみにこれ見て、子供たちってあれでさ、見て、それそれそれ、足元。あ、何これ。これやばいやろ。やばい、ね、ペットボトルで琵琶湖泳いじゃん思って。あ、夏休みだから。いや、楽しいよ。だってこういうのね。ねえ、子供ならではね。あと茶谷さん、この木を見て。この木、はい、これ買おうと思ったら何十万円コースよ。そうですね、めっちゃ高いですよね。大木、これは持って帰るべきよ。持って帰るにちょっとクレーンがいるで。100キロあるから。なん、どういうライントラブル？オッケーです、オッケーです。チャガイ巻き替えなあかんやん、それライン。なんで？少ないやん、ラインが。確かに少ないから。あ、本当ですか？明らかに少ないよ。あ、あ、本当ですか？まあいいや、今度でいいや。釣れんね、これ。で、チャガイさんね、はい、こうやって襟があるでしょ？襟？こういう襟があるとこでは釣りしちゃいけない。あ、あの、だから、ああいうね。離れて。はい。あの、それはもう共通ルール。そうな、漁師さんがあれで魚を取ってるから、まあそうですよ。あれルアー引っ掛けたりしたらさ、だから、こういうロープがあるとこの近くでは釣りしないっていうのが、あ、なるほど、バス釣りルール。はいはい、勉強になります。覚えてください。じゃあ向こうでちょっとやっていこう。今日じゃあ釣ってよ、もう時間あんまないから。わかりました。とりあえず投げてこう、一投目にがかり取れるか。オープニングから寝かかっちゃって、ね、まあしゃあないわ。こうロック体だからやっぱ引っかかるよ。一匹出さんとね、意地でも。でも反応ないな、移動しようか。反応しないよ、これ。これダメだ、ダウンショットなんでもね。うん。あの、岩盤が下、ロック体の方でね、すぐ根掛かりしちゃう、これ。ここロック体だからね。あ、だから脳進化とかのがいいかもね。ああ、なるほどね。まあ、ダウンショットでもいろいろあるから。脳進化飛ばんだな。重りつけて。じゃあ移動しようか。移動しようか。ちょっと向こう行って、反応ないもんね。まあ、こんだけ反応がなかったら。ほんでもこれめちゃめちゃ綺麗やって、ね、うん、景色がやばい。こんだけ綺麗な景色なかなかないよ。すごい、この価格最強だね。今閉まった。これ借りていいですか。いいよ。これだったらはまっとんすね。もちろんスピンベイトがいいんじゃない。飛距離出るで、これ。お前すか。いや、別にマジでやりたい。あのスピンベイトね、結構表層巻いてくるのでいいと思うよ。わかりました。トップですね。トップウォーターっていうか水面ぐらいで、まあ潜らしてもいいけど、はい、あんまそこまで潜らすと結構根がかるっていうか。わかりました。だから中層も一回底つけちゃって、底つけちゃっていいんですか。怖いですね。まあ瞬間的にはつけちゃって巻いてくるとか。わかりました。あと結構上の方で食ってきたり、上中下で通して。探ってみます。あんまりそこでねガンガンやるとまあ根がかるかもしれない。はい、これ何でしたっけ名前。スピンバイト。あります。昨日それでバイトあったよ。
本当ですか。うん、結構でかいのがかかってバレた。感動した。誰かの糸が今度切っちゃってね。どうした、うん、反応ないね。俺は結構腰まで入るウェーディングやってるよ。上田来てきたらいいね。俺生でやるのが好きなの。あ、生で。9月気持ちいいやん。うわ、あ、カメラ今こけるとこやった。チャガイフどう？移動しますか。うん、ちょっとこの回はいないわ、はい、これめちゃめちゃクリアウォーターでしょ。こんだけ綺麗な水もう飲めるぐらい綺麗だよ。まあ飲んじゃいかんけど、クリアウォーターでしょ。めっちゃ綺麗ですね。そうだから奥琵琶湖がいいのよ、はい、これはいいわ。ちょっとワッキーリーフでやる。ワッキーリーフでやるけど、あのあれがないんだよ。変なの。何？リングが。ああ、リング。ああ、あると思うよ、俺。あれがあると、持ちが良くなる。ああ、そうやね。ちょっと俺は巻物でやっていこうかな。茶谷さんは何でやる？僕も巻物やる。巻物やる。もうね、あの、高橋さん、これね。何ですか？決めといたんだけどね。はいはい。今日か。うん。なんか僕、あの、茶谷がね、うん、巻物のあの、ガーンってくる感じが忘れられないとか言って。うん、そう、僕シーバスでしかあれしてないですけど、もうなのでもうワームとか使いたくないとか言って、巻物がやりたいとか言って。ああ、そういう時期ね。そういう時期なんで、時期なんですね。笑うとこだって。いやだからそういう時期あるじゃん。だってバス釣り始めてさ、はい、まあいろいろあだこだ言うのよ、はい、で進化過程でさ、はい、だからやっぱり巻物がハマったり、なるほどね、ワームにハマったりいろいろある。ちょっと一回ここでさ、この辺でさ、これからの時期いいもんで一回一泊してさ、うん、泊まりでやりたいよね、これバス釣りを。いいよ、うん。で、バス釣りって駅魚なんだわ。何駅魚。駅魚。あ、だから日本国家の法律では特定外来生物ではあるものなんだけど、あ、俺の中では駅魚なのよ。ああ、利益の駅。そう、駅中とかさ、だって食べて美味しいから。だから俺は今駅中文化を広めようとしてるから、そういう意味でブラックバスを釣って食べたら駅中だよって。だからもともと食用で入ってきたんでしょ。だけどもともとはまあ興味本位で。あ、違うの？バスを。あ、それテラピアか。なんかそう、テラピアだわ。うん、ブラックバスはもう結構70年ぐらい前だ。誰かが持ってきちゃったんだ。持ってきちゃった。で、バス釣り業界の人が儲かるって琵琶湖話しちゃった。で、大繁殖でしょ。どれぐらい話したか分かんないけど最初に。まあ卵を産むからね。それより今俺腹が立ってことなのさ、害鳥のキツツキ。専門であの茶谷さんとこの間話させてもらったんだけど、そうですね、海行ったじゃないですか、はいはい、行ったらさ、害鳥のキツツキが穴開けとってさ、はい、木に穴が開いとったもんな。あれ開いてましたね。あれただあれキツツキかどうかっていう言いがかり。はい、キツツキにかかわいそうですね。ごめんごめん、害鳥って言いたかったんだけど。はい、移動してきました。もうそんな残りがね、もう長くできないんですけど、まあ、なかなか反応がなくていろいろ回ってるんですけどね。ちょっとこの辺でも1匹出したいなと思います。ちょっと投げてきます。我々はね、ブラックバスという駅魚、うん、国益にある魚ですね。この駅魚のバスをね、釣っていこうと思います。駅中、外中ってあれ人間のね、固定観念で決めてるんでね、あのいろいろ意見あっていいですよ。自分はキツツキのことは外鳥だと思ってますから。だってさ、シュラリみたいに穴あげちゃうの、木に。そんなの木から見たら害鳥だよね、はい、それではね、国魚、今いわゆる国益になる駅魚ですね。駅魚のブラックバス、まあ法律では特定外来生物ですけど、自分の中ではこの駅魚、この駅魚ちょっと危ない。よし、ちょっとシャッドで狙ってきます。あのおじさんも釣りしてますね。ワームをやってるな、うん、ちょっと一匹釣らんとな、さすがに。どう？全然当たらんすけど、反応ないとね。まあちょっと探って反応なかったら移動した方がいいかも。スピンベイト投げてる。そうです。いいですね、スピンベイト。もうこれ、はい、まだ全然経験がないんで。あ、釣りのね、はい、なんで、うん、これ巻いてるだけでちょっと楽しいんですよね。ああ、そうね、はい、食ってくれれば最高ですけど、一匹出るかどうかなんで。昨日でもね、一日やって俺一匹だけ釣れたからですね。運だよね、もう
運ですか。だからそれいろんなとこ通してきたらいいと思うよ、はい、バーって歩きながら、そうそうそう、もうちょっと全力で投げた方がいいかも、飛距離も、はい、結構ここで50アップ60出てるから。マジっすか。出てるよ、まあ、しょっちゅう釣れんよ、はいはいはい、たまに噂は聞きます。マジっすか。50アップ先週出たよとか。うわ釣りたいですね。うん、遠くに投げる、思いっきり。そうで、ドラグ調整はやってます。じゃがいも、あ、やってます。はい、前も触ったんで見ますよ。ドラグ、ストップストップ、はい、どのぐらいか。ガチガチじゃないですか。これだと、はい、かかった時に切れちゃう。待てよ、はい、ここ超重要、はい、ここ待って、ちょっと力入れて、あれダメでしょ、はい、言ってよかった。バレるとこやったらこれ6出た。あ、ほんとですか。はい、まだダメ。もうちょいですか。わかりました、やります。はい、俺がやる。このね、まだ強い。これやった時にまだまだ強いよ。まだこんぐらい、こんぐらいだね。あ、ちょっと味わっていいですか。あ、なるほど、そのぐらい。はい、わかりました。それだとバレない。あ、やべえ、寝かかった。あらまあらま、ごめんごめん、邪魔しちゃって俺が。寝かかっちゃった。当たりました。当たるとよかったよかった。よかったよかった。あの、寝がかりしたらちょっとレクチャーするんですけど、はい、今みたいにやるの、要するに、はいはい、寝がかりしたなと思ったら、はい、焦って強く、あ、焦って強くやると、はい、針が刺さっちゃう、はい、な、寝がかったなと思ったら、はい、こうやって肩の力抜いてダルンダルンって、はい、テンションを軽くかけたり緩めたりやる、はい、こうするとこうなるんですね。そう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 。どうですか。もう楽しいですね。マジですいません、はい、こんなんで楽しいです。あ、変えとる。何に変えた。見せて。あ、いいよ、釣れる。それちょっと1匹、誰でもいいから1匹釣ろう。はい、そうですよね、本当そこですよね。うん、ちょっとここでも全く反応がなかったら移動せなあかんね。はい、いたら食うんだよ。あ、ちょっとなんか魚の匂いがせんわ。ボイルとかさ、この貝はいないかもよ。本当ですか。匂いがないもんね。昨日俺が釣れたとこ行こうか。はい、茶谷さん、はい、でもあのリビングレジェンドの高橋カプラのあのタコは良かったね。本当ですか。200万人見てくれてるか。うん、その後あの未だによくコメントが来るのがあのザリガニのロブスター。ロブスター。 あれも200万回いってるんですよ。あ、はいはい。やっぱ100万以上いかんとね。まあそうですね、ああ欲しいですね。やらないかんね。ああ、これ釣れたら取れますかね。何が。え、釣れたら100万サイズで取れますね。釣れても取れ。ここね、小バスはよく釣れるのよ。いや、小バスでもいいですよ。うん、小バス、そうそうそう、釣れるときは釣れるんだけど、今日あんま寄ってないわ。キレ早くつけないか。そうやな、ちょ、専務、いいサモヤ見せてよ。これはいいね。もらったんだもん。ああ、あな、このワールドシャウラに、ステラ。ステラ。かっこいいな。やっぱ俺ね、ワーシャが最強だと思うのよ。やっぱりね、うん、これ当たる時の感覚もね、うん、全然違う。いいよね。全然違う。あの、まあ俺はこっちのさ、カリスマスティックが好きなんだけど、うん、ワールドシャウラもすごく名刀。ちょっと硬いでしょ。ちょっとね。あと感度もそっちの方がいい。感度めちゃくちゃいいんだよ。いいんだよ。コツだ。これ使ったらね、うん、他使えんよ俺。そうなんだわ、うん、もう要するに今ワーシャ中毒って有名でさ、うん、あの村田はじめさん、うん、で俺フィッシュって言ってるじゃん、うん、あれ村田はじめさんに影響受けとった、うん、ああ知ってる、うん、でもしかしたらさ、俺もフィッシュって今まで1000回以上言ってきたからなんかの間違いでさ、うん、村田はじめさんがさ、そのダムオンラインサウンドでネットでやってるわけよ、うん、そこでうちのバカリスナーがさ、高橋魚神っていうの知ってますかとかさ、あいつはろくでもないとかさ、そう書いとるらしいのよ。で、アンタレスを塗装したけどどう思いますかとかさ。あ、なるほどね。だから俺はさ、もうリスペクトしてないわけよ。それはチクリだね、よ。いや、だから村田はじめさんのことを好きだからフィッシュって言っててやってるわけでさ、だって村田はじめさんが言ったことは全部正しいんだもん。だから俺この間右巻き左巻き論争でさ、すっごい喧嘩売られたんだけど、リスナーに、うん、あの村田はじめさんがやっぱり右巻きでないと、ベイトはスピニングは左でもいいけどベイトは右巻きでないとダメよって言ったから、俺はそうだと思ってさ、
それ言ったらさ、視聴者が喧嘩売られまくってさ。あ、スピニングは左の方がいい。いや、スピニングも好みで、村田はじめさんの理論としてはスピニングは右でも左でもいいけど、まあ左かなって。でもベイトは右でないと、いろんな面で総合的に考えてね、右の方が、あの、右利きの人は右巻きでやった方がいいっていうことを言ったらさ、他の人たちが左巻き派の人が反発するわけよ。俺は左がいいっつって。まあ要は自分がやりやすい方でやればいいってことでしょ。そう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 。ただギリギリの勝負になった時、やっぱその手返しがいいのは左なのよね。あ、そうなの。こうやってさ、ピョンってここにどんどん打っていく釣りボートで、こうやってピョン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 こう手返しよく打つのは左の方がいいらしいのよ。ただ本当にでかい魚を取るときやっぱり右でないと。あと俺らの子供頃は右バキバッタやん。そうそう、俺はもともと左の方が力が強いから。あなた左利き？もともとね。あ、左利きなの？そう、俺はどっちでもいけるの。いや、どっちかっていうと左の方が握力も強いし、パンチ力も全部左の方が強い。あ、じゃあ左利きや。そうそうそう。あ、で右利きに、要するにコンバットとサウスポーね、変えた。左利きの人が右利き覚えちゃうね。そう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 。あー、左利きだわ。うん、だったら左で巻いた方がいい。左巻きで巻くの？だから巻くのはこっちでもやりやすい。いや、それは40年、俺も子供の頃から右巻きだから癖でね、やんだけど、最近の若い子が俺んとこに言いに来るのよ。高橋さん、スピニング左巻きに変えたらチョーク上がりますよ。あ、なので、この合わせる時も左手の方がいいんだろでしょ。そうそう、俺はね、そうそうそう、慣れてるから。だけど最近の若い子がさ、その左巻きがいいっていう人もいるから、それで洗脳されてさ、俺に言いに来んのよ、左巻きに変えたらチョーク上がりますよって。一緒だと思う。まあ、俺左は気持ち悪いけどな。多分自分のやらせる方でやってるんじゃないか。そうだね。ここには釣れない。移動しようか。あとやっぱ視聴者の人に、まあ動画長いから本音で言っとくけど、やっぱり右巻きでないとね、聴覚が落ちるんだわ。はあ、左でやっとるとね、だって俺の尊敬する村田はじめさんもそう言うしさ、で俺も本当に思うの。だってさ、左で巻くっておかしいじゃん。そう、まあだから右で巻いとる人はそうって思うね。そうそうそう、もうで左で巻いとる人は、うん、右なんかおかしいよ。そう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 。だからこれは、うん、もうどっちもどっちだから。そうそう、どっちもどっちなんだよね。やりたい方でやればいい。そうそう、やりたい方でやればいい。ただね、視聴者の皆さんね、右で巻かないとギリギリの勝負で負ける。右で巻かないと変わらないんだけど、紙一重。それ言うものおかしい。いやいや、これを言いたいんだよ。言いたいんだよ。ネタじゃないけど、絡みたいんで、視聴者に。ね、そう、相手してほしいんで。反論待ってんで。移動しよう、移動しよう。チャイヤさん、はい、もう時間ないですよ。そうですね、やるしかないじゃないですか。はい、今日夜までやるじゃない。昨日ね、はい、1匹ここで釣れたんで、1匹釣れなかったけど、ただボイルをしてたんだわ。じゃあいますね。おる可能性あるよ。はい、うん、やります。やろう、はい、もうなんせ1匹釣らんとな。あ、これ降りれにくいか。ここね、去年の台風か、これね、大木があったんだけど、大木なぎ倒しちゃって、台風でこうやって地形が変化してね、道ができてますけど、台風って怖いね。1トン2トンある木をさ、しかも根っこ張ってるのをなぎ倒しちゃうんだから。波の音がいいんですよ。だからこのまま坊主はないだろう。一匹でいいからマジでちょうだい。一匹でいいのよ。もうね、わがまま言わない。一匹だけ。一匹でいいのよね。こっちで釣れたら向こうで。あ、向こう。いいよいいよ。あの鳥の奥の方よ。だから投げながら移動してったらいいよ。釣れんとね。じゃあ、魚の気配は全くない。今ずっとカリッカなんで。ああ、いいよ。釣らなね。どう？バランス。何回も投げました。スピンベイト。はい。ああ、投げ倒して。
来た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 来ハスハスめっちゃちっちゃいわ。15センチのハスが今足元でバレました。さっきのハスのバラシが痛かった。まあでも魚のねビクビクっていうのを感じれただけでも今良かったけど、なんせ琵琶湖のいいとこはこのね水の音なんですよね。水と風の音が俺たちを癒してくれるわけ。うわ、ひこし。いいじゃん。チャーガイブが釣りにハマってきたそうです。最近釣り始めて。釣りはいいね。ハゼ釣りやってね。このままでは坊主になる。ちょっと映像的に一匹は出したいよね。一匹はできれば50とか。よし、来た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 ぞ。よしよし、本当だ、すげえすげえ。バレた。マジっすか。でかい。カメラ映った。今多分映っとると思います。でかかった。いやいやいや、画角的に今ちょうど映ってないかも。いや、映っとるんじゃないですか、多分。バレた。40 40。なんでバラしたん。いやー、さっきの奇跡のバイトだったな。ねえ、まあでもおるっちゃおるよ。そうですね、40超えてたわ。釣れる可能性は十分あるぜ。とんでもない化け物が。上だ。綺麗だね、やっぱり。一匹。一匹でいいんだよ。痛恨のバラシしとるから。どう、専務。いや、ここはね、ことが使ってんだけどね。いや、でもおるっちゃおると思うよ、どっかに。いやちょっと貴重なバイトのバラしちゃったけど、ちょっともう一匹ぐらい来るやない。魚はね、ほんと一発勝負なんで。うわ、琵琶湖虫がすごいな。いいよ。ガツン。この 3D シャッドやっぱ来るわ。今3人投げてて、2回バイトあったの俺でしょ。ね、同じとこで投げてんだよ、同じように。で、結局みんなスピンベイトと、専務はコトカス投げてる。で、俺はヨウズリ。で、ヨウズリ 3D シャッド投げてる俺だけ2回バイトがあった。っていうので、もう物語ってますよね。普通にこう巻くだけなんで。釣れるんですよ、ヨウズリ 3DS は。はい。見えますか。コアユの死体が落ちてました。コアユちゃん、まあなんか病気にかかったのかな。このコアユを食べてるってことですね、おそらく。よし、どうした。これに変えました。ああ、それスピンベイト全然当たらないんで。これミノーね。なかなか釣れませんね。今そこでボイルがあったんですけど、バスはちょろちょろとはいるみたいなんですけど、なかなか釣れない。この水平線が気持ちいいよ。あとは一匹出るだけ。
いい感じやね。全部来たか。山線湖やった。どこで来た。さっきからバシャバシャしようとこや。早く投げて投げて。いやどんなやった。ちっちゃいちっちゃい、もうプルプルプルってきた。あ、すぐそこ。さっきからボイルしようとこや。投げよ。一発目で食ったのにな。釣れるよ。山線湖だったんだ。今専務のワームにね、まあ20センチぐらいだけど、小バスだけどバラしちゃったけど食ってきた。そう、移動しようか。はい、ちょっと見えんくなってきたから。ましたこの辺クマも出とるらしいから。嘘だよ、おるよ。クマも出るし日本カモシカも出るよ。クマ大丈夫やろ。いや、その奥におるよ。まあおってもおかしくない場所。もうほぼ見えなくなってきてるけど、バスがねボイルしたりはしてるんですよ。まあ釣れてもおかしくないんですが、なかなか甘くないのが琵琶湖のバス釣り。まあでもちょっと、え、何？どんどん行こう。移動しようか。じゃあラーメン食いこうよ。寒いっす。ああ、それはずぶ濡れになって。女性もラーメン食いこうか。飯テロやらないかんやん。飯テロ。本当はね。うん。飯なんか食っちゃいかんのこれ。いや、ただ飯テロな。一本つらんの。いや、視聴者はね、うん、魚なんてスーパー行って買えばええから、飯を。飯を食え。飯食えっちゅうじゃん。ちょっとラーメン食べましょうか。そうですね。なんか今日楽しいな。楽しい。まあ魚釣り遊びだもんね。はい、いや遊びは仕事だよ。仕事兼遊び、うん、あの昨日俺北北亭で焼肉食べたのよ。わあいいな。2日連続今日はラーメンにしよう。はい、そうですね。あの釣りする時間がなくなっちゃう、焼肉食うと。こっちはもうラーメンも食べんでもいいと思って。ああほんと。で俺朝から何も食ってないよ。あのイカ、ああはい、つまみみたいな。つまみ1個イカとホタテ食べたけど。いや同じよ、こっちもほんと食べてない。食べてないんだ。食べよう食べよう。やっぱ北北亭はうまいもんね。うまい、おいしい。俺昨日焼肉食べたんだ。うまかった。ロースト。ああ美味しいもんね。あね、はい、僕はじゃあホクホクちゃんぽん麺。これがマジでヤバいんですよね。3人ともゆで豚もやしで、これはねマジでね美味しいんですよ。ラーメンみたいな味がするの。うん、味噌ラーメンの味だ。そんな安くてで、美味しいぞ。これ安いんだよ。あ、めっちゃいいね、それ。180円。うん、え、これ甲府名物。すげえ。ゆで豚もやし。ここのタレがね、本当に醤油ラーメンの味がして美味しいんですよ。ごめんなさい、これがやった。ありがとうございます。あ、すみません。はい、いや、どうしていいのこれ。はい、ありがとう。ニンニクも入れちゃうかな。あ、どうぞ。まずはタレから。あ、はい、うわ、なんとも言えない美味しさ。そしてとんかつです。うん、上等な肉よ。高橋くんはとんかつラーメン。うん、これ何。スタミナラーメン。スタミナホルモンラーメン。ホルモン焼肉ラーメン。やっぱこっちもやっぱ牛なんだね。うん、あ、ホルモンね。うん、これ見て、これニンニクも入ってるこれ。おお、ニンニク。うまいぞ。ダブルニンニクだ。うん。うまい。あ、美味しいこれ。どんな味？食べてみる。ラーメンみたいな味。いや、どんな味っていうか、まあ、まあちょっとタレだけちょうだい。いや、うまいよ。できます。ああ独特、うん、違う味がラーメン。俺のとんかつとなんかホルモンの味が出てる。これを食わないかな。これを。なんですか。これホクホクジャンボ大盛り。じゃあちょっと味を言ってください。これ 塩っぽいのかな。ちょっともらっていいですか。どうぞどうぞ。どうですか。タンメンみたいなね。ああ、タンメン、タンメン、タンメン、愛知県でタンメン。あ、全然味が違う。うん、あのこっちとこっちの濃い感じと、これはあっさり系だ。ちょっと俺ら蜜だね。あ、これも美味しいわ。
ちょっとあっさりしすぎたね。いや、俺は好きかもしれない。あっさり系、ニンニク入れて。あ、ニンニク入れたらちょうどいいかも。調整します、ね。さあ、夜釣りやってってますよ。夜なんで静かにね。釣れたの？何センチ？多分ね、30ないですね。20。どこでどこで？ここで。今？はい。あのね。誰が釣ったの？専務は？まだです。はあ。ね、2回当たって2回バラして、うん、もうここまで来て。めちゃめちゃ活性高いやん。で 3度目の正直で釣り上げました。ルアー何？これです。光映っとる？全然映ってない。真っ暗。真っ暗。ちょっと待って。釣れた。一撃。一投目。今俺ね、もみこみ TV さんとラジオで1時間話しとったの、はい、で、撮影終わってきてこれ見て、ルアーね。何使ったの？すごい。一投目。やっぱりオレンジカラーな。オレンジカラー、そっちの方がいいんだ。いや、オレンジカラーっていうか、ヨウズリ 3D シャット、ちっちゃいけど、めちゃめちゃ良かった、はい、23、4。一緒。うん、さっき僕の方がでかいな。いや、同じぐらいだと思うけどな。この辺釣れるで、うん、釣れますね。いや、今ちょっと夜の9時半なんだけど、はい、今なちっちゃライフが3バイトで1匹35ぐらいの釣れたわけね、はい、バラしてたよね。2匹バラして1匹釣ったわけね、はい、で俺が今小バス23センチ、はい、で全部当たった。ゼロか。当たりはあったけど、じゃちょっとんでもないもんで、ね、今から、うん、移動して、うん、これで港行って彦根行って、でそれでも釣れなかったらもう何個までビヨーンって行かないから、ね、今だからちょっとおかっぱりで、はい、結構足場がいいところでやれるとこ限られるから、はい、まあ夜ですからね。そう、ちょっと静かに。わかりました。これ釣れるよ。さっきは跳ねたのある50アップやったよ。ありましたね。